こんだけの登りなんだけど、ちょっと人が要件いらっしゃるんで時間かかりそうですね。時間ぐらいかかりそうだな、帰ってくるの。いやー、本当にね、3年前はね、ひどい天気で、真っ暗な中を嵐を細谷くんと上がって、本当に山頂も何も景色もなくて、大変な思いしたけど、今日はね最高ですよ。撮っていきたいと思います。なんか光が差してる感じがいいね。うん、よいしょ、よしいか。どうせね、頑張って登ってもね、いや、片手でやっとんで渋滞するからね、ゆっくり行きますよ。自分の腹しか取ってないです。え、自分の腹しか取ってない、肩が上がらんねやて。もうやっときな。そうですね。前通るならまだ。これでいいや。取っとるならまだいいか。待ってますよ。よいしょ。こっちか。おお、ちょっとこっからはちょっと無理だな、片手じゃ。見えてきましたけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10人目か俺。よいしょ。マジでこのルート前さ、絶対ここ通ってないんだよ俺。こんな記憶ねえもん。こんな風だったんや。もっとな、へばりついとったよ俺。逆上がっとったかもしれんな。もうだってさ、へばりついてさ、一瞬動けなくなった時あったんよ。あんなあれだね、山荘の後ろにもなんか展望があるんだね。山小屋のさ、裏。ああ、ほんまや。ね、あんなとこ俺知らんかった。ちびちゃんがお父さんのアシストで頑張って上がってます。どれぐらいだろう、小学校低学年ぐらいかな、1年生ぐらい、なので私らはどうしても大気が多いですね。ここが2個目の可愛いはしごですね。9時ですね。回ってくる人も降りてくる人も避けますよ。頑張れ。応援してくれとる。ヤマト、そうそうそう、そういう頑張れよ。ありがとうございます。お姉ちゃんから見て、あの左側に結構足場があるからね。強いよ。鎖掴んで。そうそうそう。この杭に足引っ掛けて、そうそう。いいね。鎖掴んで。そうそうそう。お前、顔掴んできたね。いいね。足のケロすぐ、ちゃんと足はかけろ、足は引っ掛けろ。そうそうそう、あ、もう大丈夫だね。じゃあ次行くね。ここにいる、今ね、ちょっと運動神経はもっか成長中。ここ前だ。
じゃあ行くよ。行ったね。クライミングボーイ。頑張れ。ちょっと後でちょっとインタビューしようかな。行ったか。行ったな。あ、まだあったっけ。もう一個あったんだっけ。カモン。はい、おめでとう。よし。山本くんすごいね。いくつ？2年生？すごい。やったね。しかも撮ってもらえて。僕の YouTube 出していい？はい、大丈夫です。誰も見てないんだけどさ。ひろくん登山ってので、やってますんで。なんていう？ひろくん登山ってやつです。見させてもらいます。チャンネル登録も。ありがとうございます。そのマスクは取らんのか？あ、取った方がいい？やりがたけ山頂です。さあいらっしゃいます。どうする山田、降りる。そろそろ、そろそろ降りようかな。そろそろ降りますか。ヤマト、せっかくだからカメラポーズしとけ。どうぞ。ピー、なんか言ってくれ。ピース。やりましたー。なんか言えよ、お前。ダメだろ、ビデオと出ると。ちょっと緊張しちゃうね。ありがとう。足で確かめながら。いやー、怖いだろうな。お父さんがまた失踪してます。山本くん頑張れ。もう全然大丈夫そうだ。よし。お名前は？青田洋平です。何年生？2年生。2年生。今からやりがたけね。うん。行ってください。はい。どうぞ。後ろの子も。後ろの子はお兄ちゃん？うん、5年生。5年生。はい。いや、もう5年生やったらもうバリバリやな。気ぃつけて、気ぃつけてね。載せるからね。俺の YouTube 見てね。ヒロくん登山です、はい、お願いします。さっきのこのお母さんです、はい、でお父さんです、はい、いいですね。チャンネル登録お願いします。はい、ヒロくん登山です。いってらっしゃい。頑張ってください。続けて、はい、いいなぁ、親子登山。いいなぁ、理想ですね。結構お父さんは昔からやってる感じですか？まあまあ、ぼちぼちです、ね。ああ、そうでしょうね、でもね。気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。あとちょっとですね、3年前に来た時よりも、随分、鎖も新品になったし、安全になってるような気がしますね。これならある程度の子供でも上がってくれると思います。まあ、さあもう終わりですね。ああ、終わっちゃったな。また来ることはあるんでしょうか。いやー、最高でしたね。最高でした。ユージも行っちゃいましたね。うわ、甘露煮ですかね。唐揚げかな。南伊達小屋最高ですね。ああ、いいね。アルコール除菌ちゃんとしてますよ。
うちの嫁がな。ああ、嫁が。ありがとう、舞ちゃん。いつもありがとうございます。いや、もうここにね、おさしてもらってるのはもうちかさんのおかげだから。感謝です。お金だけおことだよな、うちの嫁は。金がかかるなっつって。いや、そらそうだよ、かかるよ。ボーナス入ったでええと思うけど。いいな。いただきます。うん、ナゲットみたいな。なうまいな。おいしい。あの常年の登りはくっかったな。あれきつかったよ。次の日前動けなくなったぞ。うちのさ、稜線をさ、ずっと行くとさ、向こうまで繋がってんだよ。あの、つばくろまで。お天章。あれ、こっちから、なんかちょっと見える。でさ、そこのカーブ曲がったらもう槍あんまり見えへん。ずーっとこれ、下がってくやん。うん。この山で見えんかったら。ああ。焼けだけやで、俺買ったんじゃない。ちかちゃんのやつを借りてきた。